はい、じゃあ次のトークテーマ、はい、話したいんですけど、エゴサーチについて。はい、どういうテーマ？これなんですけど、これ1年前ぐらいのスマッシュログの方の動画で、はい、確かその時はエゴサーについてじゃなくて、うん、ハンドルネームについてっていうタイトルでこう話していく中で、エゴサーの強さとかに発展して、エゴサーの話でちょっと盛り上がってたのは見たことあるんです、うん、多分自分がまだスマッシュログに入ってないところかな、うんうん、にあったんですよ、うん、ただ、ま、ちょっとそれを見て、いやもっと発展系あるなと思って、もっとちょっと将軍さんの聞きたいことあるなと思って、はい、今回トークテーマにしました。うん、これに関してはってことざっくりとトークテーマ聞いたけど、うん、何聞かれるかちょっと分かんないから、そう、ちょっとまあまあまあって感じ。そうなんですよ。で、はい、これなんですけど、はい、将軍さんって割とまあ名前もちょっと長くはないけど、なんか将軍さんだけじゃないじゃないですか、呼び名が。そう。割と変化球系も網羅する、ちょっと恥ずかしくなるような。いや全然恥ずかしくないよ、もう将様とか。あ、もう全然恥ずかしくない。あ、それやってるやってる。なるほど、やってるやってる。もう何も。なるほど、なるほど。恥じることない。将様、将様、将さん。あ、将さんやってないな。あ、やってない。将軍さんでしょ。将軍さんもあのひらがなの方とアルファベットの方。カタカナでもたまにやったりしますよね。いや、カタカナはないかな。あ、ない。ない。そこまで拾いたくない。あ、なるほど。なんかそう、結構にわかっぽいから、それ多分。ああ、だからそこまではいいから。なるほど、なるほど。なんだろう、自分はカタカナでもやりますね、たまに。あ、うん、あと、まあそうね、将様、将軍、将軍さん。そう、なんか将軍さん、自分も一回様を見つけたことがあって、うん、見つけた後ってやっぱ様ちょっと気になって検索したりするんですけど、めちゃくちゃ恥ずかしくないですか？なんか、ね、もう超えました。確かに恥ずかしかったわ、1年前まで。そう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 、恥じて言ってた気がするけど、うん、結構多いのよ、なんか。そう、普通に言う人いるからいいかな。そうそうそう。しかも多分自分よりそのキャラ的に様寄りじゃないですか。あ、まあまあまあ、そうね、うんうん、あ、知性、知性はやったことある。でも多分自分があんまり気に入ってないですよね。そう、そう、なんかね、そろそろこう、うん、俺をこうなんか知性っていう人がちょっと寒い空気を醸成してきたみたいな、うん、思ってるぐらい。だから今このコメントの中 7,8 割は寒いと。そうね、そうなってくるね、うん、っていう。でもね、なんか知性、あんまりあれだけど、うん、知性で検索したら全然関係ない、なんかね、なんか知性をなんか感じるのが女子アナの画像みたいなのが出てきて、それはいいねした。それはお、なんかラッキーと思って、それはちょっと別のアカウントの方でいいねさせてもらったことはあったけど。なるほどね。その、まあ、そういう呼び名だけじゃなくて、発展系として将軍スペース何々、うんうんうん、もやりますよね多分。いやー、そろそろ恥ずかしくなってくる。それもうどんどん恥ずかしいとこ今日聞きたいなと思って。あ、でも俺はね、やんないかな、それ。将軍手榴弾とかやんないですか？やんない、やんない。手榴弾うまく決まった後の試合とかでやったりしないですか？やんないな。なんでだろう、俺やんないわ、それ、うん、ちなみに自分はケプト復帰とかでやったりしますね。そうだ、うわっ、まあね、ちょっと自分のやっぱ恥も出していかないと。そう、あ、引き出すもんも引き出せないかなと思って。それ、あ、俺ごめん、本当にやんないわ、それ。なんでだろうな、それは、うん、あ、なんかね、そういう時は、あの、それ配信された時じゃん。気持ちよくなりたい時は、やっぱ、あの、配信見るわ。配信の、リアルタイムのコメント。そう。あ、確かに。それかな、やっぱり。いや、やっぱりね、どうしてもね、この話題、うん、は、ハンドルネーム、うん、スペースで、うん、もうどうしてもつきものなのは、やっぱり、かっこいい。これやっちゃうかどうかで。俺はちなみにやったことないです、本当に。本当に。それは言うってことは。まあ、ごめんなさい、なんか突き放すようで悪いけど。やったことやっぱなくはないんだけど。あ、本当最近はないね、でも。あ、じゃあ、うん、このね、配信の後、多分すごいことになるんで。いやいやいや、皆さん、スペースかっこいいで。いやいやいや。お願いします、いや、将軍スペースでね。あと、あれだな、対戦相手。なんかその、カードって、対戦カードを呼ぶときって、はいはいはい、その継承がなくなるじゃないですか、うんうん、例えば将軍さんとか、
例えば将軍さんが将軍コスモスとか絶対検索しましたよ。したしたそう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 、そういうなんかスペース対戦相手は割とするだろうな。確かに。いやでも俺人生でコスモスだけだわ。あ、本当ですか。うん、モルコスモスだけ。コスモスはもうせざるを得なかったそう、あれなんか自分もがっつり後ろで見てたんで、うん、割とあれそのツイッターでもちょっと言ってたけど、なんか生畑将軍ばかり、そう、あれは割とね、プレイヤーとしてぶっときますよ、あれは。かわいそう、あれ結構ね、かわいそうでしょ、うん、あれは。いや、本当にまだ上がってないのかな。上がってない、上がってない、うん、多分、うん、すごい試合なんですよね、結構。そうね、語られるべき、まあ、べく勝ったよ、もうすごい試合なんですよ、うん、なんだけど、まあ将軍生畑はみんなね、そう、もうおもちゃのように、そう、エゴさしたら将軍生畑連れてこなってそう、あれすげえ悲しいんだよな、あれ。そう、あれはね、そう、でも多分だから将軍コスモスも映してもないから、多分そんなに検索も、あの成果の割には多分、そうね、将軍コスモス見たいとかは出てくるけど、そう、ね、あ、そうそうそう、見たいぐらいしか出てもない、うんやっぱね、エゴサー周りだと、うん、前1年前も話した気がするけど、結構人のハンドルでもやっちゃうんだよね、俺。おアバダン、アバダンゴとか、うん、タケラさんとか。それはどういう意図で？いや、なんか直近6時間で何件あるのか、うん、でこの市場を見る、単純に人のパワーをね、そうそうそう、市場をお前どんなもんだっていう、そう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 、なるほどね。エゴサに関してはこんなもんかな、なんかあるか。あ、あるんですよ、実は。あ、いいよ、ちょっと見ながら。あの、もう本当に網羅してやりたいなと思ってて、今日は。そのなんか、どういう意気込み？いや、エゴサ話みたいなのってありがちじゃないですか。なんかありがちな話題にしちゃったから、うん、はいはいはい、上行ってやりたくて。うんうん、1個あるのが、リツイート。自分のツイート、結構自信あるツイート多分なさると思うんですよ。うるさい。で、その時に、はい、リツイートされた先に飛んで、そのリツイートした人って、わかるわかる、いや、もう言いたいことは分かる、いや、言わせてください、将軍さんは分かってます、みんなは分かってますリツイートした人って、そのリツイートしたものに対して次のつぶやきをするっていう前提があるから、うん、例えば将軍さんのこのツイート面白すぎとか、うん、そういう将軍さんとかで拾えるようなことをつぶやかないんですよ。例えばリツイートしてこれ面白いとか言うんで、うん、その検索では拾えないんですよ。だからリツイートした人をこのリツイートって開くとバンって出てくるんです。その人たちのアカウントにそれぞれ飛びに行ってリツイート先で何言ってるかって見たことありますよね。それはありますよね。あるんだけどあるある。それはでも最近あんまやんないかな。やってる最近、うん、いや、あの、いやらしい話、いやらしい話増えてきたから追えなくなってきたっていうのもあるんだけど、まあ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 、米拾う米ないじゃん。拾うに値する米がね、うん、ちょっとね、そう、何、むつりってアバさんが言ってたんですか。そう、あ、でも何にも何にもないですよね、別に、うんうん、ちょ、この話やめましょう、うん、全員もう50人ぐらい前から全員面白くない面白くない面白くないなんで、やめましょう。そうそうそう、エゴサはこんなもんだったかな。でもリストアップしてきたんですよ、こんなエゴサがあるよなって。でこれ全部将軍さんやってるはずだから今日ね、信用するのよ。まあでもリツイートはやるな。やりますよね。そう、やるんですよ、これ。多分結構みんなあるあるですよ、うん、スマッシュログで記事書いたとか結構やるかも。あ、なんか最初不安だったから、やっぱり、うん、リツイートして、確かに確かに確かに、スマッシュログやりますね。そうで、結構いいのがもうリツイートだけしかしないやつ、うん、そう、いいじゃん、なんもないそう、なんかもう自分を持てっていうか、なんか言えよっていうさ、リツイートするだけじゃなくて、そうリツイートで完結するやつね、したことに対してなんか言ってよっていうさ、うん、そう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 、自分を持たないやつあるあるだね、うん、あるあるある。リツイート用のアカウントなんじゃねえかぐらい、そう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 。ボット？ボットね、どうですか？どうですかっていう、なんか割と、うん、そのなんか自分も配信で言ったことあって、はい、あれ将軍ボットの人は割と優秀だからいいけど、うん、ちょっと感性違うやつにやられたらたまったもんじゃないよなと。なんかね、うん、うん、こう怒ってる人もいるよね、うん、自分の作られて、うん、そう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 、あれはなんかレースに言ってるの、お前ちゃんとコメントしろ、見てるぞ、どういうことでしょうね難解なコメントが犬のアイコンから放たれましたけどそして消えてった
まあね、いやあれはあの嘘はつかないんであれなんですけど、うん、まあ今ちょっとコメントであったけど、自分がやってるんじゃないですよ、もちろん、うんうん、で、なんだろうな、確かにこうボット界の中では、うん、やっぱこう群を抜いて頑張ってくれてる。そうですね、うん、それは思います。ただ僕からすると、うん、もうちょい拾えるだろうっていう。なるほど。俺もうちょい面白いこと言ったなっていう。あのシーンっていうのがやっぱあるわけよ。それあのシーンなくてこのシーン撮ってんのかみたいな。でこのシーンを切り取るのに、うん、この前のこの前置きこの前置き笑いのね、そう振りあってのあってのこれだよっていうところちょっと見逃してないかっていうのはあのなるほどね、ちょっとたまに指摘したい、うん、それだけじゃ伝わんない笑いもあるぞと。そう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 、そう、まあ、ただ、うん、頑張ってくれてるあいつは、まあまあまあ、あいつはね、あいつ頑張ってくれてる。たまに DM ちょっと送ったりするんだけど、それは違うんじゃないかと、うん、セルフマネジメントね。そう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 、まあでも頑張ってくれてるね、うん、でフォロワーも1万1000人弱ぐらいまで、うん、ありえないことですよね。そうそうそう。誰でもないですから、あいつは。梅村が結構競ってるからね、フォロワーね。まあでもありがたいっちゃありがたいですよね。あれでだって絶対ああ面白い配信なんだって言って、そうそうそう、宣伝効果はかなりのもの。本当にありがたい、あれは、うんうん、その意味ではかなりだいぶありがたい、ね。なんか2000いいねとかたまに行ったりするから、ね、拡散力がやっぱりあって、うん、自分もねよく好きで見てますよね。フォローしてなかったかな、確かに。フォローしたら負けない気持ちがあって。いや、してる。してましたっけ？ごめん、あ、そう、エゴサに関連して、俺、あれは、あのさ、なんか、他の人のアカウント、ツイッターアカウント見るとさ、うん、自分がフォローしてる人が、そのアカウントをフォローしてるかっていうの分かるじゃん。うん、あー、分かります。このアカウントのフォロワーの中に自分がフォローしてる人なんで、うん、ある。これ見ちゃうんだよね。ある。その、自分にフォローが飛んできた時によく見ますよね。そうそうそう。で、アバダンゴがいつも上にこうやって。いつも腕組んで上にいるんですよ。あれ面白いよね、うん、そう、あの写真ね。あ、お財布。あ、ピザさん、 ありがとうございます。で、まあ、あの僕がフォローしてる人で、将軍ボットをフォローしてる人っていうのに似てるんだけど、だからケプさんいる、うん、なるほど、大丈夫、フォローしてる。失礼しました、失礼しました、はい、アバダンゴもフォローしてる、うん、あ、そうなんだ、ありがたいです、意外ですね。で、これ言うとなんか、うん、外しそうなねえ、ひねくれ者ですから気がするけど、うん、意外な、なんか意外にあんま関わってないけど、うん、あ、この人意外とフォローしてくれる、なんかちょっと嬉しいやつ。ちょっと声かけよっかな、次会ったらみたいな、そういうところは、そうね、そうそう、コスプレイヤーとか見ると大体こうね、うん、まあ、えなこじゃないけど、うん、そういうとこにいつも腕組んだしかめっ面がいるんですよ、上に。そう、で、あれでなんかアバさんとかフォローしてないのに俺フォローしてくれてるとかだとすごい嬉しかったりする。そうね、うん、確かに。そう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 。